ける対天心でどっちが強いんだみたいなのがなんか再燃してる感じがして、あ、はい、そう、あの 2,3 年前の状態に戻ってるなっていう、だすごいこれはもうやる機会がもうほんま近いんじゃないかと、6月かどうかは分かんないですけど、まあでもタケルさんもほんまに、ライジンに行ってあのワイプで抜かれてやってるから、まあほんまにこれは近いんじゃないかなと思って、で対抗戦で書かれてたから、はい、あ来た俺の出番やと思って、おであれがちょうど6月って書いとったから、まあ、6月あるかどうかは置いといて、まあ、知らないですけど、そのちょうどこれが治るのがね3月末にやっと打てるようになりだすんですよ、はい、だからそのケーズフェスタを飛ばしたというか延期あの欠場させてもらって、延期になった3月28日も、はい、やっと打てるようになるのが3月の末日ぐらいなんで、リハビリ期間を兼ねて、はい、なんで、まあ、4月1日から、まあ、軽く打て出すんですよね、はい、やったら6月の試合もしあるなら間に合うじゃない、間に合うやんと、確かに、うん、そこであ平本蓮いいなと思って、対抗戦やるならなんか平本蓮が、まあ、この前総合のデビュー戦で負けて、はい、で総合できひんのちゃうかっていう、で俺とあの何回か因縁もあって VS バチバチバチなってるのよ、なってますもんね、そう何年前ですかあれ、あれは結構何回かなってるな、俺が、K-1 チャンピオンになった時に、はい、ゲイを応援してたん、平本は、あゲイを応援してたけど、なんか判定で、はい、ゲイをが勝っ、あ俺が勝って、はい、なんかあれはゲイの勝ちでしょみたいな、なんかでもその平本蓮が、まあ、俺全然別に選手としてその煽りとか全然嫌いじゃないけど、ああいうのは、はい、でもまあ一回さその SNS とかでもバチバチになってる以上、はい、まあ、それでやらんのはなんか違うなと思ったから、まあ、試合はしたいなと思ってるんですよ俺は、まあ、すごい今稲本蓮っていう名前もすごい美味しいし年齢悪いもあるしやりたいんやけど、まあ、ちょうどそれが6月にあるやったらちょうどいいんじゃないかなと思っていうことで、確かに、おい平本、俺が海に行ったるからお前も来い、お前どうせ一人で来られへんやん、人数連れてこい、それテル君じゃないですか、テル君、まあそんな感じですね、平本蓮ちょっと戦いたいなっていう、俺のその対抗戦があるなら平本蓮と戦いたいなっていう、やってほしいですね、だけの動画でした。